木原あるいは、日本の作曲家、編曲家、東京都出身、専属学園短期大学音楽科卒業、管楽器専攻及びジャズ専攻にて、トランペットを富田定治、原友直の各紙に指示、在学中より演奏、指導などの研鑽を積み、2000年よりアレンジャーとしての活動を本格的に開始。吹奏楽、還元楽、 ビッグバンドなどアコースティックな大編成での編曲、オーケストレーション、楽譜制作を中心に、指揮や更新の指導のほか、主催する音楽制作グループ、ワドフィールド、エスミュージック・クラボによるイベント企画などの活動も並行して行う。吹奏楽の分野においては、編曲作品を日本国外でも多数発表するなど、活動の場を世界に広げており、第9回。 台湾国際音、落雪、香港国際バンドフェア2017、2018、中原首届青少年芸術祭、カナン青少年新年音楽会にそれぞれ出演。近年では、音羽ゆりか5回85周年記念版、ゆりかごの歌、世界最大級のゲーム音楽イベント、東京ゲームタクトへの作品提供や、自身のジャズラージアンサンブルを結成しての、 配信ライブを開催するなど、国内での演奏活動も積極的に展開。マンハッタンジャズクイーンテッドオーケストラのリーダーでもある、グラミー賞作家、デビッド・マシューズとは、親交があり、作品と制作に対しての姿勢を高く評価されている。現在は、作、編曲だけでなく指揮、指導や、 自身の演奏活動も行う他愛好家とも積極的に交流を行っており、特にインターネットサブカルチャー方面での交友関係は広く、近年ではツイッター発の吹奏楽団やニコニコ動画公式イベントニコニコ超パーティーに超ニコニコ還元楽団にトランペットで参加するなどの活動も展開している。日本音楽家、ユニオン会員、ワドフィールド、 エスミュージック・ラボ、主催、スペルブ・ホップ・バンド・リーダー、音楽監督、ザ・ウィンド・ウェーブ、東京構成ウィンド・オーケストラ、シエナ・ウィンド・オーケストラ、東京・ウィンド・ヒーローズ、中西慶造、小江ドウィンド・アンサンブル、セラミカル、おぬき、のりこ、音はゆりか5回、伊藤かし太郎、ゲロ、グルタミン、木梨のりたけほか、ありがとうございます。